あ、皆さん、はじめまして。この度、神奈川2区から立候補予定となりました、三好亮と申します。どうぞよろしくお願いいたします。市民と一緒に戦う政治、それを目指していきたいと思っております。私のことを知らない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介させていただきます。私は神戸で生まれ、高校卒業までは徳島、松山、香川で過ごしておりました。高校卒業後はアメリカの大学に進学し、そして大学卒業後は台湾大学の大学院、その後2013年外務省の方に入省いたしました。2014年から7年間ロシアの方に駐在しておりました。19歳から6年間アメリカに留学していたんですけども、その際に感じたことは、日本の政治外交が思っていたよりもずっと低いということです。私はアメリカと対等な関係を築いていくには、まず外交を学び、そして政治で変えていかなくてはならない、そう思いまして外務省へ入省いたしました。しかし派遣されたのは希望していたアメリカではなく、まさかのロシアでした。ロシアではプーチン大統領の訪日準備であったり、日露外相会談、日露首脳会談などといった二国間交渉の準備、そして政治家の通訳などを担当させていただきました。しかし一方で垣間見れたのは、自分たちのお友達企業に税金を配っていく自民党の国会議員の姿です。7年を経て日本に帰国した際に、私はこの日本の衰退具合に非常に大きなショックを受けました。このまま自民党政治が続けば、日本が日本になくなってしまう、その危機意識が日増しに強くなり、政治の世界へ身を投じよう、そう決断し外務省を退職いたしました。その後、令和新選組の門を叩き、今は山本太郎代表の事務所で、国会質疑の準備であったり、外選用のスライドを作成、永田町の政治を肌で感じております。ではなぜ令和新選組なのか。それ、私は令和新選組しかこの国を変えることはできないと強く感じているからです。永田町、そして霞が関の経験から、既存の大政党が しがらみの中で言ってはいけないこと、そして触れてはいけないことが非常に多いと感じました。そんな中でも令和新選組は逃げずに、真正面から真正直に国民に対して真実を明らかにしようとしております。実際に中に入って思ったことは、国会議員の方々、そして秘書の方々が本気でこの国を良くしようと努力している姿であり、この令和新選組しか日本を変えることはできない、この思いが確信に変わった際に立候補を決断させていただきました。ありがとうございます。ちょっと私からも少し補足するとですね、本当に三好さん、外務省で、官僚としてですね、9年間、しかもロシア大使館でかなりの年月を務めてきたということで、今ね、まさにロシア、ウクライナとの戦争で大きくクローズアップされてますけれども、いろいろと、そういった働く場でですね、知り得たこと、もちろん、その公務員の守秘義務というのがありますけれども、しかし、やはり政治家にこれからなるわけですから、やはり、官僚、行政に対してですね、しっかり監視をしていく、悪いものはダメだということが、特に野党の政治家の使命ですので、いろいろかなり私も聞いてるんですけど、外務省の闇の部分、そして政治家、自民党の政治家との癒着、利権、こういったものが、彼自身体験してきてますので、そういったことをですね、私はこれ議員になる前からもね、どんどん街頭演説とか、そういった場で訴えていくべきだと、アドバイスしておりますし、それと彼は、内閣情報調査室、内調、ご存知ですか？もう日本の CIA と言われてる、私も実は官僚出身なんですけど、やっぱり内調で働く人ってのはほとんど知らなくてですね、もう実際内調がどういうところでなってるのか、よくドラマとかね、映画ではなんか真っ暗な薄暗い部屋でみんながパソコン向かって叩いてるみたいなシーンがありますが、実はそんなとこじゃないって私は聞いたんですけど、そういった話もね、私はどんどんこれから発信をしていって、もらうべきだと、思ってます。
まあ、ちなみに官僚出身の国会議員っていうのは、まあ、結構多くて、まあ、私もそうなんですけど、外務省ってあんまりなくてですね、まあ、私が知る限りでは自民党で木内さんと、それから、エッフェル塔で有名になった松川さん、それから野党だと末松さん、緒方林太郎さんで、公明党がね、なぜか多いんですね。これ結構不思議なんですけど、まあ、実はね、外務省っていうのは公明党枠というか創価学会枠があると、まあ、これも霞が関では有名な話でして、でそこから必ず国会議員になっていると。私はこれは本当にね、政府と公明党の癒着だなと思いますね。まあ、こういったこともね、やっぱりどんどんこの三好さんが立候補してその内実を暴いていくこと、まあ、そしてそういったことをやっぱりね、マスコミの皆さんにも伝えて、どんどんやっぱり暴いていってほしいなというふうに思います。社会にあるお金を間引いてしまうことになる。景気が悪い時には国がその分肩を持たなきゃダメなんですよ。社会に消費税廃止、ストップ増税、減税。